これはもういきなり、いきなり来たね。いきなり。お大工だよね、これね。いきなり来ましたよ、これは。いきなり。山の中にいきなり出ましたね、温泉街っぽいのが。いや、期待できるよ、これは。だいぶ、もう、あと2キロですから。あと2キロですね。もう疲れた体を癒しましょう。そうですね。夜は電車ですかね。あ、しまった。やばいじゃん。何がどこでやんのこれ。あの真ん中のこのシークレットの人なんだろ。ダメだから。あっちだ、あっち側だよ。三日が川渡ったら温泉街だよこれ。そうだね、まさしくそうだよこれは。やばいね。よっしゃ、これはいいよ。これはゲロゲロゲロ駅、ゲロ駅、ゲロ駅、ゲロ駅ですね。すごいですね、これ本当に。あの温泉街カランコロン、カランコロンで。おお、これ右だよ、右。あー、これはいいね。うわ、これはいいね。これやばいね、これはやばいね。これやばいよ、これ。あー、これはいいじゃん。あ、いいじゃない、新田君。温泉街だよ。おわ、これマネキちゃん、マネキちゃん。いや、温泉街だね、これ。おー、ザッツ温泉街だよ、これ、本当に。うわ、すごい、これ。これはテンション上がるね。テンション上がるね。いいね。俺寝てたら、これ多分起こされないままお前だけ味わってたよね、これ。いや、いいんじゃない、これは。いや、ほーい、これ。これはいいね。あー、結構、あれっすね、若者もいらっしゃる。おー。これはいいね。これはいいんじゃない、ちょっと。なかなかじゃないよ。いや、これ今日はいい、いい宿じゃないかな。いや、これ結構私グッチョブ的なあれだったんじゃないですか。グッチョブ的なね。俺途中まで完全に疑ってたよね。まあもう、ね、お前撮ったとこゲロなん、ゲロじゃないんじゃない今ね、言って。ああ、じゃらんの想像間違ったかなと思ったよ、俺は。でもなんかどんどん、どんどんなんか奥まっていくね、やっぱ。やってやっただから。もうさ、もうタクシー使うしかないね、これは。あるかわかんないけど。知りたくないね、これ。いやあるね。防線か、防線か、防線か、これだ。いや、これだね。いや、これだね。看板がなんとも言えない。なんとも言えない。いやー、これは。ありますね、クラブが。まだ温泉街の方にも、多分なんかあるでしょうかな。まあ、そうですね。行きますよ、行きますよ。どうかと、番線かは行って。30、ちょっと待って、312ですね。312。なんかトントしてるよね。ほんと1万5000大丈夫なの？一人じゃないの？違う。二人。ほんとに？ちょっと頼むよ。新田くん。頼むよ、ちょっと。おぉ。すごいよ、俺。ちょっと遠いけどね。ちょっと遠いけど。顔見どうした？すごいんじゃないかな。おぉ、いいじゃない、これ。おいおいおい、これ絶対俺に帰るとき間違えそうなんだけど。そうだね。いや、もう、いいんじゃないかな。あ、いいんじゃないかな、これ。あ、広いですね。あのご飯食べてる間に、しくパツンですね。いや、いいね。気まずいね。いいですね。浴衣とかって、こう、あ、こうやって置いたんだ。寒いんじゃない、これ浴衣。ちょっと。